キングです。今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース It's OK トーネッツ is having fun ということで今の英語めちゃくちゃ下手くそだったんじゃないんですかねでこのコースですね翻訳するとキノピコはファンを持ってOK みたいな感じだと思うんですよ。なんでですね今回キャラクターをキノピコに変えてまいりました。それじゃあ早速やっていきますか。まずこの靴きっと手に入れていいよこれ手に入れれんの？手に入れれるよね。頼む開幕ブロックじゃああのクリボーが下に行く前にねクリボーを踏んで靴を手に入れろっていうことだと思うんですよ。ここよしよしよし。でここは何だろう。あー間違えた。それじゃあおふざけはこの辺にしといて真面目にやっていきますねまあぶっちゃけ真面目にやってるんですけどね。それじゃあこの靴を手に入れてこの土管に入るで合ってると思うんですよね。それじゃあどんどん進んでいきましょう。ここは何もしない。それで合ってる。うわどっか連れて行かれたし、どこに連れて行かれたの。裏闘技場じゃねえか。なんかやるかこの靴はずるいよ。武器は捨てなさい。靴を脱ぎ捨ててリフトに乗る。多分それで合ってると思うんだよね。さあ右上にハテナブロックがありますね。このハテナブロック叩いてみます。どうなる。うわキノコ取ったのはいいんだけど、キノコ取ったらダメみたいな雰囲気。もう出しまくりだったね今。一旦先進んでみようか。多分どうせ進めなくなってると思うんだけどねやっぱり攻めやり直し効くかな。戻って頼むやり直し効かして。ああまた裏闘技場じゃねえか。いや今度はパワーアップしてるからね、ワンチャン勝てる可能性あるよ。武器は捨てなさいだからクリボーそれじゃあここはチビ状態のまんま土管に入ってみるね。そしたら進めるっていう感じ。なんでよさっきと違うやんかまた裏闘技場じゃねえか。今度はノーアイテムだよ。こんなの絶対やられるでしょ。来ないでよ。ちょっと裏闘技場のルール守って多分ここオンオフしなきゃいけなかったんだね。なんでここでオンオフを発動させてこのキノコを避けて土管に入る。多分これで進めると思うんだよね。そうでしょ。よしよしよし。でこのまま右に行けるよね。きっと行ける。大丈夫だよ。よしこのスーパーボールフラワーで花を倒した瞬間右に行かなきゃ砲台が降ってくると思うんですよ。なんで走っていくね。いやむしろさ当たっていいんじゃないの。多分これでいいよ。そして中間ポイントゲット。よっしゃ多分これで合ってた。あの花を倒したらね砲台が降ってきて進めなくなるパターンだと思うんですよ。何それそれじゃあ次はあの靴&砲台ちゃんと避けるよ。あの四角の枠があったじゃん。ここで寄っておけば大丈夫っていう感じだと思うんですよね。さあ進んでいきますか。うわ来ないで。いやちょっとそれはまずいでしょ。右に行ける。いけない。クリボーが履いてる靴手に入れなきゃいけないんだよ。なんでこのクリボーを倒して靴を履いて右に行くと多分それで合ってるね。こっからどうするんだろう。この靴履いてたらさガリガリとした越えれないよね。いややっぱダメだよね。え何何よこれ乗りたくなるようなリズムやってんな。一旦リズムに乗ってみますか僕も。この矢印なんだろうね。ちょっと叩いてみようか。ほっ、あ、この無敵時間を利用して下に行く。多分それで合ってたね。なんでここ降りた瞬間左ダッシュします。多分それで合ってるでしょ。そんでこっからだよな。どうしよう。左に走っていってみる。当たる覚悟で。あ、足場があるんだね。なんでこのまま左に行ってうっそこんなどうせないの。パワーアップしたじゃねえか。じゃあ今度僕はパワーアップポーンでいきます。バン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 。最近思うんですよ、僕日本一ふざけてるマリオメーカー実況者かもしれないってさあここはどうしよう。一旦右に行ってみようか。あーなんでこれ引っかかったのすごくない。逆に右は罠っていう感じでしょ。このブロックなんだろう。コインとコインとコインか。パワーアップアイテムはない感じだね。これはこれもコインか。あこのまま左行ってあの靴を手に入れて上に行く。なんでじゃあドクロリフトを避けてそしてこのクリームを履いて上に行く。でヒップドロップで壊してからの脱ぎ捨てて土管に入るっていう感じでしょ。多分これで合ってると思うんだよね。さあ進んでいきますか。次はどんな罠が待ち受けてるんだろう。ナイス中間ポイント。このコース今日短いんじゃないかな。一旦やられてもいいで、ね、もうやられてもいい覚悟で腕の鍵を取ります。
合ってるんじゃないのこれ。暑いよ。でこのまま右に走っていこうか。さあこっからどうするべきか。上にそのまま進んでっていいと思うんだね。ただ右下のこのツタ怪しすぎないですかね。一旦下に行ってみる。そしたら流るだろう。天に繋がる道でした。いや右下わらっぽいとは思ってたんですけどね。気になるじゃんか、ああいうツタケって。いやちょっとさっきと違うくない？さっきまで魚出てこんやったよね。じゃあここで上に行くしかないよね。もうおほほほほほほほこっからジャンプして鍵の輪の方に行く。絶対この砲台動くよ。絶対動く。なんですぐに鍵の輪入るね。ゴー。うわ、鍵の輪入れんね。はいひそれじゃあここはきっと右上に行って、このハイヒールを避けて、ここでヒップドロップをかますという、そういう感じでしょ。よしよしよし。でこのまんまドアに入る。うわ、ハイヒール履いてっていいのかな。どうなんだろう。あ、履いてってよかったね。でここは走っていく。よしよしよし。でここも走っていきましょう。大丈夫ですかね。もう引っかかった感じですかこれは。いやダメじゃない。頼む、左下のクリボンなんかして。あ、なんだお前は、期待させんな。走っていくでダメだったのかな。このリフトの上乗るみたいな。リフト乗ったらダメ。あ、この下足場があるのね。っていうことはハイヒール脱いで先に進めっていう感じだったんだね。ゴイ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 。それじゃあここでハイヒールを捨てて左に進めば渡れるっていう感じだね。さあ進んでいきますか。これなんだろうね、めちゃくちゃ気になるんだよな。靴、うわ靴を手に入れてこいっていう感じ。うわでもそうだよね、ここ行けないもんな。ただあの靴をどうやって手に入れるかだよね。このハテナブロック叩いた瞬間左にダッシュしてみていい？多分それでいける。そうでしょ、合ってる合ってる合ってるよ。でここで踏むと、そういう感じだね。さあ進んでいきましょう。やった、なんか当たったの嬉しいね。さあここはキノコを取るべきなのか。どうなんだ、全部隠しブロックがあるんじゃないの。どうやって取るんだこんなの。こっちにスーパーボールフラワーが出てくんのね。キノピコって飛ばしてパンブロックだったら取れるでしょそれ。じゃあここで何もしないでよかったんだよ。でこのスーパーボールフラワー手に入れて、ここもパックンを倒さないで右に入ろうか。多分これで合ってると思うんだよな。砲台が上にいるもんね。なんでよ。モロングパイパイの、うわどうなる。いや合ってない。くっそー。ゴールと期待したじゃねえか。うわどうしよう、ここは。え、何出してくるの。そんな無抵抗な女の子に攻撃するのはやめてよね。はいひじゃあこの土管を戻れば、上をしっぱすればいいんだよきっと。そしてツタに捕まればさっきの場所に繋がる。そういう感じだね。さあ進んでいきますか。この子そんなに長くないと思うんだけどな。ヒント、え、これ何、ハイプってなんだろう。ハイパーだったら分かるんだけど、ハイプって何、何があるんだろうね。ここはちょっと待って。ノー鍵、ノー靴、オンリー針。とりあえず鍵と靴を取ったらダメっていうことでしょ。そしたら何が変わるんだろうね。しかもやられてないし、どこに行った。左上にいるんだけど。どうしりゃいいのよここね。やられれないってこと。あ、スネークブロックが来てやられれるとか。こっから何か変わるんじゃないの。ほらワンチャンあるよ。エンジョイ。いやまあ楽しんでますけど私。このコースをですね作ってくれてどうもありがとうございます。さあ上に進みますか。まだワンチャンあるよ。死に耐久じゃねえか。どうやってすればいいんだろうここ。まず何もできないんだよね今。クリボーにね、左下と右下にある音符を踏ませろっていう感じかな。これちょっと難しすぎないですか。操作方法がわかんねえ。これ説明書欲しいんですけど。わかったよこの操作方法。クリボーよりね、左にいると左に行って、クリボーより右にいるとクリボーが右にジャンプするんだよね。なんでこの音符の下ギリギリのところまでクリボーを持ってきて、あの隙間に入れろっていう感じだと思うんですよね。ただそれがマジで難しいんだよな。やったきた。あと20秒だったよマジで。これ
そっから来んのか。はい、それじゃあこっから鍵と靴を取るなっていう感じだったね。ただこのサボテンやられてくれんのかな、どうなんだろう。頼むやられて。よしよしよし、多分これで合ってたんだよ。そしてこの土管に入れっていう感じだったんじゃないかな。じゃあここで一旦降りてリフトが来るんだよね。このリフトに乗ってこの土管に入る、そういう感じだと思うんだよね。これで正解でしょ。それじゃあ、あの土管入ったらいけなかったんでね、あの土管入らんで進んでってみるね。うわ、なんか次変なとこ連れて行かれたし、ここはなんかやべえやつだろう絶対に。何よ今度は、どんな死に耐久よ。なんか難しそうな死に耐久だなここ。なるほど、あの上の靴に当たれっていう感じ。頑張って、これなかなか厳しすぎないですかね。上に行けないから、頑張って上に行けたら簡単なんだけどな。いや絶対上に行けないで、高さ的にちょっと無理があるぞこれは。頼むクリボ、真ん中に来て。厳しい、バネがいい仕事しやがるな。スーパーボールフラワーまで落としてきやがった。やった、上に行けた。これずっと下にいたらめっちゃ鬼畜だったね。それじゃあここは上に行って土管に入らず右に進む、多分それで合ってると思うんだね。今度はこの扉か。さあ進んでいきますか。さっきとやっぱちょっと違うんだよな。これはもう終わった感じじゃないの。これ絶対上行けないよね。下が正解とかそういうパターンないから、ここ取れない、頑張って取れない。ほっ。無理だよね、絶対下に落ちるよねこれ。天に召されました。それじゃあこの扉入ったら四角い枠があったじゃん、多分ここに置いておけば大丈夫なんだよ。そしてこの靴を手に入れて上に行くと、そういう感じじゃない。ここは右で走っていこうか、こういう感じ。なんなんだお前は。それじゃあここ早く行けっていうことだろうねきっと、多分それで合ってるよ。ここで B スイッチは踏んだらいけないよね、踏んだら下に降りれんくなるもんね。なんでこのとこ入っていきます、これが正解だよきっと。よしよしよし、こっからどうするかなんだよな。スーパーボールフラワーがあるな、このスーパーボールフラワー手に入れていいんじゃないの。うまっ。今ナイス回避じゃないから、でこのまま下に行ってゴール。やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。コース名はですね、うまく読めないんですけど、外人襲来オツみたいな感じだと思うんですよ。間違ってると思うんですけどね。そしてサムネを見る限りですね、青いメカクッパが4体、赤いメカクッパが1体いるだけなんですよ。この5体をどうやってかいくぐってゴールまで行くのか、それじゃあ早速やっていきましょう。うわ、ただ超えるだけじゃダメなんだね。メカクッパ5体倒せってこと？全員じゃね。まあ最初にどんな感じで来るんだろう。まあそう来るよね。まず最初にどうやって倒すか見ていいかな。突破口があるはずなんだよね。なるほど、あのロケットに乗って一番上のメカクッパ踏んでいこうか、多分それで崩せると思うんだよね。狙っていってみるわ。こっか。あのロケット高すぎない？もうちょっとギリギリ狙ってってみようか。ここ、うわ惜しい、もうちょっとだと思うんだけどね。それじゃあ3度目の正直だね、あのロケットきっちり踏むよ。ここ、うわ高っ、無理なんじゃない、あのロケット踏むの。ちょっとメカクッパ動いてるじゃん、あの下くぐれるか見てみるね。ここ、あ、やった、くぐれたね。そしてこのロケットを踏んで上まで、うわいけねえか、どうしよう。あ、わかった、2回目にロケットを出すとき、そん時にロケットを踏めば一番上までいけると思うんだよね。ちょっとそれでいってみよう。それじゃあまず一番下くぐるじゃん、そしてこの一発目のロケットは踏んでいいと思うんだよね。でこのゴールポールの下ちょっと段差があるじゃん、これを利用してロケットを踏む。よし来た、これで合ってんじゃないのかな。こっから全員倒せっていうことでしょ。よっしゃ倒していきましょう。一匹残っちゃった。どうしよう、この一匹どうにかして倒せないから。いやもうこんな倒せるのと一緒でしょ、もうどっか行ってよ。僕の勝ちだね。もうこれさ、全員上から崩してその全員が重なってる時に踏まなきゃいけないんじゃないかな。なんで一旦まず一番上行くでしょ、そして上から順々にでこのまんま全員を重なってる時に踏めばいける。そう、もうどっか行って。いやこれ難しいね、全員なかなか重なってくれなさそうだね。一番上に行くところまではね簡単なんだよね。こっから一番上に行って全員が重なってる時に早めに、うわ
やどうしても一匹残っちゃうんだよなこの子。多分全員重なってたらいっぺんにねみんなやられてくれると思うんだよね。それかこのロケットで倒すかどっちかなんだけど、ロケットで倒すのは鬼畜だからね、ちょっと最後に取っておきます。まず簡単な方いってみよう。この辺でこうやられて、ロケットやられて、ボキャン、やったこれめっちゃたまたまなんじゃないの今のそれじゃあどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。